はい、皆さんこんにちは。ナウオンの久保です。今日はですね、ちょっとヘルメットの紹介をしたいと思って動画を回しております。今日紹介するのはこの机の上に置いてある、4つの、オーシャンビートルのヘルメットについて軽く説明していきたいと思います。ですね、まず最初にオーシャンビートルのヘルメットを購入したのがこちら、ショーティーですね。で、初めてのオーシャンビートルでサイズ感なんかも全くわからなかったので、XL を購入しました。前の動画なんかでも、何回かは言ってるんですけども、頭の鉢が結構大きいもんですから、普通のフリーサイズのヘルメットだとちょっときつくて頭が痛くなるような感じの大きさです。はい、ですので、ちょっと入らないと嫌だなと思って XL を購入したんですね。で、ショーティーの方は、XL で、実際かぶってみたところかなりガボガボ余裕できちゃいます。ですので、こんな感じで前後にも左右にも少しずつ動く感じの大きさになってしまいました。ただ、寒い冬なんかはこの下に、帽子かぶったりだとかね、そういうことでかぶるもんですから、とりあえずこの大きさで、所有しております。で、こちらの方ショーティーなんですけども、このようにイヤーガードもついておりますので、冬でもかなりというかそんなに寒くなく、かぶって、運転することができます。で、顎紐はね、こちら D リングになっておりまして、今回はこのチンガードつけております。ですので、こうかぶって顎につけて D リングで締めるという感じですね。はい、でこちらの方は、このままかぶってもらってもいいんですけども、このイヤーガードというかね、イヤーカバーの方はホックで取り外しが効くようになってますので、こちらを外していただいて、夏場暑い時なんかはね、こちらを外して、結構オープンな状態でかぶっていただくこともできるというものになっております。このように4つのホックと、マジックテープでくっついてますので簡単に外すことができます。で、この状態でかぶるとね、結構こう耳も開いちゃって、夏場でも全然暑くなくかぶることができると思います。また、これにはですね、よく皆さんつけられてると思うんですけども、バイザーをねつけてかぶっていただくと、また一段とちょっと急斜感とかが出ていいかなという感じですね。バイザーの方もこちらホック3つで、止まるようになっておりますので、簡単に外したりつけたりできるのでいいかなと思いますね。ちょっと感じ変わりますよね。こんな感じで走れると、旧車の時はこれ結構ね、似合うんじゃないかなというふうに、思っております。ただね、ちょっと初めてのオーシャンビートルだったもんですから、XL というサイズを選んでしまいまして、このショーティーに関しては、SML に関してはこのシェルはね同じ大きさみたいなんですけども、XL からちょっとシェルが大きくなるというような感じでしたので、小さくかぶりたければやっぱ L にしとけばよかったかなというふうに思います。全然 L でも多分かぶれてます。次に購入したのがこの、これもオーシャンビートルなんですけども MTX ですね。まあこちらもね、旧車向けにということで購入したんですけども、この通常
このモール、シルバーのモールはついてません。はい。このシルバーのモールは自作で、車用のモールを、くっつけたという感じで、ちょっと旧車感出したものになっております。で、前回のこのショーティーで XL ではちょっと大きいということが分かりましたので、今回この、MTX に関しては L を購入しました。で、これ購入するときにはね、オーシャンビートルさんの方にちょっと問い合わせをして、頭周りが61センチぐらいあるんですけども、L で入るでしょうかというような相談をしたところ、まあ、L で入ると思いますという回答がありましたので、L を購入しました。はい。で、こちらの方、実際届いて被ってみたところ、やっぱ入り口はかなりきついです。かなりきついですけども、被ってしまったら全く圧迫感なく、気持ちよくツーリングできるという感じですね。はい。実際被ってみると、入り口はやっぱりかなり狭くなっておりますので、このストラップを持ってぐっと広げて被るという感じですね。で、楽に被れました。で、サイズ感は本当に、ぴったりです。先ほども言いましたように、通常フリーサイズのヘルメットでもきつくてすぐ頭痛くなっちゃうような頭の大きさしてるんですけども、このオーシャンビートルに関しては、この XL でもなくて L で、ちょうどよく気持ちよく被れております。これはもう、何回もツーリング、結構長距離なんかもしてるんですけども、頭が痛くなることもないですし、ちょうどいいサイズ感で、被れてます。はい。で、結構この形が好きで、これもねたまに被ったりしてます。はい。で、同じようにね、オーシャンビートルの方の、こちら D リングと、ストラップという形で、こういう感じで締めて使います。で、最近のヘルメット結構、ワンタッチの、ストラップがついているものが多いんですが、個人的な好みでこの D リングが好きで、いつも D リングのもので、購入して、被ってます。はい。これ本当に、小ぶりですので、ヘルメット被った時に頭だけ大きくなってちょっとかっこ悪いかなということもなく、スマートに被って、走れるかなという感じです。はい。で、これも脱ぐ時もこれストラップグッと持って、あ、ちょっとメガネ外さないと、ストラップをグッと持って持ち上げれば、なんとかちょっと耳が引っかかるんですけども、脱ぐことができます。はい。こちらシルバーメタリックだとスペースなんとかだったかな、そういう色の、MTX になります。はい。次にこちら2つ並んでいるのがあるんですけども、こちら片方は、私のものなんですが、片方は奥さんのものになります。で、サイズ的にはこちら L、これで L がちょうど頭にぴったりくるなというのが分かったもんですから、このジェットのヘルメットも L を購入しました。まあ、サイズはぴったりでした。で、こちら奥さんの方は M サイズです。ただこれ見ていただいたら分かると思うんですけども、 M サイズでも L サイズでもシェルの大きさはほとんど変わりありません。はい。ただ、こちらちょっと、同じジェットなんですけども、型番というかね、種類が違います。私の方は、これビートルの LACというやつですね。これはラックと読めばいいのかね。まあまあ、自分ではラックというふうに呼んでるんですけども、LAC と呼ばれるもので、ストラップと D リングだけです。で、内装の方は、これ取り外し可能な内装になっておりまして、例えば、こう、結構深く被りたいものですから、いつもこの内装の頭の部分、
取っちゃってかぶってるんですけども、こうやって簡単に取り外すことができて選択していただくこともできるという感じですね。で、こちら、何度もしつこいですけども、頭の大きい雲が、L かぶると、はい、こんな感じで結構深くかぶれますし、シェル自体小さいですから頭でっかちにならないだとか、あと下に向かってすぼんでますので、すっきりかぶれているんじゃないかなということ。最近結構これがヘビーローテーションでかぶってますね。はい、結構お気に入りのジェットです。はい、で、L でぴったりなってます。はい、で、こちら奥さんの方はですね、同じ、オーシャンビートル、これちょっとステッカー剥いじゃってますけども、オーシャンビートルのジェットなんですけども、こちらは LAC ではなくて、500TX、 本当に、1950年ぐらいのブコの 500TX をそのまま、作った、ビートルさんが作ったみたいなヘルメットになっております。こちら大きな違いは、シェルはだいたい同じような形なんですけども、内装が全然違います。こちらの方しっかり、発泡スチロールが、張り巡らされておりますし、内装自体も、なんていうんですかね、こうファブリックというよりはちょっとツルツルした感じのもので作られております。で、あと、こちらにはですね、こういうチークガードも、最初チークガードというかチークパッドですね、チークパッドがこうついておりました。ですのでかぶった時にこの頬周りもしっかり密着してくれるという、こういうチークカバーというかね、もうついておりました。取り外し可能になっておりますので、うちの奥さんはこう外してかぶっております。であと、ストラップの方がですね、これ特徴的なダブルストラップというふうになっておりまして、一つこういうホックのストラップがついてます。ホックのストラップに D リングのストラップがついているという形ですね。はい、これがちょっとなんかアンティークでかっこいいですよね。はい、でこちらの方はちょっと内装は取り外せない感じですね。はい、ただ作り自体はしっかりしてるという気がします。はい、こちらの方すごく お好みで LAC を買うか、500TX を買うかというのは選んでいただければいいと思うんですけど、見た感じはほぼ変わりないです。内装がちょっと違うのと、ストラップがダブルストラップになっているかどうかという感じですね。で、こちらのジェットもね、このバイザーが簡単につけることができますので、バイザーをですね、こちらの方につけていただいて、かぶっていただくと、また一段と、ヴィンテージ感が出るかなという感じしますね。かなり、雰囲気変わりますよね。はい、なんかちょっと旧車っぽいなという気がします。こんな感じですね。本当にサイズ的にはですね、なんかすごくフィットしていてぴったりという感じです。このビートルさんのヘルメットに出会って何のストレスもなく、バイクに乗れているという感じですね。で、ヴィンテージバイク乗る場合にも、なんかこのヘルメット自体もね、ヴィンテージ感があっていいかなというふうに思います。はい、で今回はですね、4つのオーシャンビートルのヘルメットについて紹介させていただきました。一番ちょっと言いたかったのは、この
オーシャンビートルの LAC と、500TX 2種類あるジェット、どちらを選べばいいかって迷ってみる方が多いと思うんですけども、その辺の参考に、ね、なればいいかなという感じで、動画撮らせていただいてます。はい、大きな違いはこの内装の作りがしっかりしているのがやっぱ 500TX で、その当時の、500TX を周到してしっかり作り込んであるのがこちら、500TX という品番で出てるヘルメットだと思います。で、その廉価版として、オーシャンビートルさんが、LAC という、品番で作られているのがこちらという感じですかね。はい、簡単ですけども今回の動画は、オーシャンビートのヘルメットについてということで、少しでも参考になればいいなと思っております。はい、今後もね、ちょこちょこと、動画を上げていきたいというふうに思っておりますので、いつも見ていただいている方、ご視聴いただき本当にありがとうございます。また、新しく見ていただいた方、オーシャンビートルのヘルメットに興味がある方、今回見ていただいた方なんかもね、オートバイに関しても、一応国産の 250cc 1台と、私は、ハーレーのショベルヘッド、1970年式のショベルヘッド所有しておりますし、奥さんの方はですね、2004年式の、ロードキング、所有しておりますので、そちらのツーリング動画だとか、上げていければいいなというふうに考えております。ぜひ、チャンネル登録して今後もよろしくお願いいたします。長い間ご視聴ありがとうございました。